3DCG で描画した消防事故噴消防事故噴は愛知県西吉吉良町大川西大山にある古墳時代中期の前方公園噴。1936年に国の史跡に指定されている。伊予山消防寺の北西の山中に位置する。消防事故噴は愛知県の中央部を縦貫する矢作川の川口部に位置する。現在の矢作川氾濫平野の海岸線は主に 近世以降本格化した干拓により形成されたもので海抜0メートル地帯が広がっている。近世以前の消防時古墳が立地する丘陵は旧吉良町と旧ハズ町にまたがる標高115メートルの独立丘陵から東へ約400メートル張り出した半島となっていたとみられる。古墳時代の海岸線は遺跡分布などから現在より 最大約1 0トル内陸に入り込んでいたと推定され、その後、古代、中世には、矢作川の堆積作用により、徐々に陸地化が進行したものとみられる。古墳の周囲2キロメートル以内の丘陵は、ブチ霊岩で形成されており、墳球を覆う吹石はほぼ全て半霊岩が用いられている。古墳周辺の土壌は、石滑植年湿度であるが、これは、 プチ霊岩に含まれる鉄分の影響によるものである。消防事故墳の名称の由来となっている消防寺の由緒は、足利市の援助により、室町時代初期に、新言州放来寺の末寺として再興されたとされ、江戸時代初期に、相統州に改修し、1702年からは、領主旗元津田氏の祈願所として、仏つく十国の奉納を受けていた。江戸時代以来、 眼病に霊言新たかな薬師如来として近隣住民の信仰を集めているとされる。消防事故墳の墳休やその南側の地域は江戸時代から肥料や焚き物に利用する下草や落ち葉を採集する大塚和村の入会地となっていた。1907年に古墳周辺の土地は消防時に寄付されるが墳休部分は松林で戦前頃まで近隣住民が 落ち葉の利用権を入札で決めていたという。噴球が開墾後免れたのは入会地であったことが大きいと思われる。古墳周辺は昭和初期に吉田公園として整備された。しかし1959年の伊勢湾台風で大きな被害を受け、その後公園は放置され、草が生い茂り安易に噴球に近づけない状況となっていた。1989年に 平ラ城教育委員会が、竹下内閣のふるさと創生事業の一環で、古墳公園として再整備を行った。西尾市教育委員会では、今後、史跡指定地内の公有地下を行い、史跡整備事業の実施を計画している。整備にあたっては、三河湾を望む古墳の景観と、里山的な雰囲気を残すことを基本に進めるとする。 本墳が古墳として広く認識されるようになったのは、小栗哲次郎の調査による。墳球測量図が作成され、全長89メートルの前方公園墳として紹介された。墳球測量図は1985年に改めて作成。2001.2002年度に、平城教育委員会が、史跡の範囲及び内容確認のため、墳球の最測量と発掘調査を行った。 測量は、ラジコンヘリコプターの空中写真測量により、発掘調査は、噴鏡推定地や噴鏡斜面に設置した計11本のトレンチによる。消防時古噴噴形模式図2001.2002年度の調査結果からすると、噴鏡は整った三段区星の前方後円墳だが、前方部前端ラインが噴鏡主軸に対して遮光するとする。 前方部側辺の平面型も左右対称になっていない。分球規模は以下の通り、全長94メートル、90メートル、85メートル、公園部計65.5メートル、首レブ幅44メートル、前方部幅56.5メートル。高さに関して文献では明確な数値を出していないが、公園部、 頂標高28.8メートル、前方部、頂標高26.6メートルに対し、一段目、付近式定石の標高が18.9から20.4メートルとしており、それらの引き算から求めることができる。前方部が左右対称とならず、前方部全面が、噴球主軸線に直行しない理由は、自然の丘陵の地形を生かしつつ可能な限り大きく。 噴球を築いた結果と考えられる、とする。前方部公園部ともに、噴球の二段目まではほぼ地山を削り出して、形成、三段目の大半は森土形成である、とする。南側くびレブで、島上以降と考えられるコーナー部を確認。本来は方形だったと推定できるとする。くびレブと島上以降の間の毎度中から、集中して、円筒埴庭が湿度。 消防寺古墳の島上遺構は、首れ部に位置しており、神戸市五色塚古墳の島上遺構の形状に近いと、する。消防寺古墳の島上遺構の位置は、同時期の古墳の作り出しの位置と、共通し、祭始行為の性格は不明ながら、墳球と、隠された、特別の空間として作り出しと、同様の性格を有していたと考えられる、とする。 埋葬施設に対する調査は実施しておらず、副葬品も確認されていない。円筒埴輪は各トレンチから出土したが、原市で検出されたものはない。軽承埴輪は蓋、内、機種不明が確認。軽承埴輪は主に三段目斜面裾の流土中より、出土しており、前方部、後円部ともに墳長部に、軽承埴輪が据えられていたと考えられる、とする。埴輪の時期は、 中津山古墳段階に並行する中期全容と考えられるとする。公園部のトレンチで小型機台と考えられる水域。水期が湿度類例は国内で数点確認されているに過ぎないもので、時期は TK-73 形式診断会と考えられるとする。埴輪及び墳球形態から中期全容とする。出土した水期の時期は、 埴輪から想定される時期と時期差を認めざるを得ず、古墳完成時に使用されたものとは断定できないが、出土位置から公園部長にともこんされたものが転落したものとみられる、とする。本墳は海との関係を抜きにして考えることはできない。本墳は当時の矢作川の川口域に位置し、被葬者は三河湾、さらには伊勢湾の水上交通を掌握した人物と、 想定される。伊勢地域では、本墳と、ほぼ同時期に成功な船形派庭を出土した宝塚一号墳が、築造されており、伊勢湾、三河湾の両岸に築かれた、両古墳は、東国へ至る、交通路の安定確保を意図する機内政権の強い、影響下において成立したと言える、とする。所在地、愛知県西尾敷良町を追つ川西大さんありがとうございます。